シエラネバダ山脈は、イベリア半島南東部にある山脈。スペインアンダルシア州グラナダ県とアルメリア県に属する。ペニベティカ山系に含まれるとされる。年間を通じて、雪が残っており、スペイン語では、単に、シエラネバダで、積雪のある山脈を意味ことから、シエラネバダ、あるいは、ネバダ山脈とも表記される。最高峰は、 標高3478.6メートルの村ン山である。新生代の古代山期と新大山期にかけてアルプス増山運動が起こり、アフリカプレートとユーラシアプレートが衝突することでシエラネバダ山脈が形成された。この増山運動では、スイスやフランスとイタリアを隔てるアルプス山脈も形成され、ジブラルタル海峡を挟んだ北アフリカにある。 アトラス山脈も形成されている。グラナダ近郊のアルケリアデファルゲから見た山脈シエラ、ネバダ山脈はベティコ山系の中のフクジアズ地形の一つ、ペニベティカ山系に含まれるとされる。山脈の中央部では、オネは外して西南西から東北東の方向に伸びている。山脈の南側斜面には、距離が長いが、川幅の狭い何本かの谷が、 南西方向に向かって伸びており、それらの谷は尾根によって分断されている。北側斜面は急勾配で岩勝ちであり、一定の向きを持った谷は少ない。北側斜面は村川山麓に源流を持つヘニル川やその支流が支配的である。シエラネバダ山脈の最高峰は標高3478.6メートルの村川山であり、村川山は スペイン本土で最も高い山である。スペイン最高峰は大西洋上のカナリア諸島テネリフェ島にある標高3718メートルのテーデ山である。1999年には山脈の一部がシエラネバダ国立公園に指定された。またシエラネバダ山脈は生物保護区にも指定されている。山毒にある大都市としては 北西6のグラナダがあり、やや山脈から離れて、地中海沿岸に、アルメリア、ベレスマラガ、モトリル、マラガがある。グラナダは、シエラネバダ山脈観光の拠点であり、ベレッタ山に近いシエラネバダスキー場には、グラナダから A-395 号線が通じている。標高3000メートルを超えるシエラネバダ山脈は、欠片気候区分によると地中海性。 アカンイ気候である。スキー場があるプラドジャーノにおける年平均気温は摂氏3.9度であり、年平均降水量は 692mm である。シエラネバダスキー場温暖な気候と豊富な日照時間で知られる地中海沿岸地域にあるが3 0 0 0メートルを超える標高がヨーロッパ最南端のスキー場の成立を可能としており、シエラネバダ山脈は 人気のある観光地となっている。1996年にはシエラネバダスキー場で第33回アルペンスキー世界選手権が開催された。本来は1995年に開催される予定だったが、シエラネバダスキー場の雪不足により1年遅れて開催されている。 スペインで開催された唯一のアルペンスキー世界選手権であり、イタリア以外の南ヨーロッパで開催された唯一のアルペンスキー世界選手権である。このスキー場は何度かアルペンスキーワールドカップの開催地となっている。2015年にはグラナダがスロバキアシュトゥルブスケープレソと共に2015年、冬季ユニバーシアードの共同開催地となり、 シエラネーバダスキー場を中心とするグラナダ近辺で7競技が開催された。シエラネーバダ山脈には2台の電波望遠鏡が設置されている。1981年にはシエラネーバダ天文台の電波望遠鏡がロマデディラルの標高2896メートル地点に設置された。シエラネーバダ天文台は合計1.5メートルと0.9メートルの ナスミス式望遠鏡を備えている。1980年から1984年には、ミリハ電波天文学研究所の電波望遠鏡が、ベレッタサンピーク近くの標高2850メートル地点に設置された。アイラム30メートル望遠鏡は、合計30メートルの電波望遠鏡であり、合計50メートルの大型ミリハ望遠鏡に次いで、世界で2番目に、 光景の大きなミリ波望遠鏡である。毎年200人以上の科学者が世界中から集まって観測を行っている。ありがとうございます。